はい、こんにちは。沖縄おばばです。さいみけさんですね。甘えに来てますね。はい。えっ、ー、とですね、えー、ちょっと雑談です。本当は別のニュースをあげてもいいんですけど、ちょっと私にとって、もしかしたら皆さんにとっても結構これ重要なことなんじゃないかと思ってます。またピーポーパーポーですね。はい。何があったかというとね、ずっと考えてたことがあるんですよ。はい。えー、あれですね、イルミナンチャラの 13です。13のお家のことですね。えー、あの中でね、アジアが1個入ってますよね。はい、リーケです。はい、リーケ。なぜリーケなんだということなんですよ。ずっと考えてたのが。はい、もちろんね、リーケは、あのー、昔ね、あのー、塔ですね、塔。はい。えー、塔というね、ものすごく巨大な、 帝国を持ってました。はい。えー、ほぼほぼ、塔のね、不足点あ。まあ、不足点は皆さん知ってる方も多いと思うんですけど、女性の皇帝ですね。彼女の時代なんかはほぼほぼ、あのー、ギリシャとかね、えー、西洋の方から、塔にわざわざ、あのー、いろんな建築物とか見にね、えー、来てたぐらい、すごい映画を誇った、何て言うのかな。 えー、士族でしたねまあ不足天の時はね利、えー、家ではなくて不、えー、足天の竹ですね竹、はいえー、に名、えー、字は変わってますけどそれでもずっと利家でしたはい唐の時代は、はい、そういうことだから王朝と関係してるのかなと思ったんですけど、えー、そういうことでもありませんです。はいえー、一番 重要なことを言いますね。あの、私がね、もしかしてそうなんじゃないかって思ってたことです。これ、王朝とかっていうよりも、あれですね、他のユーチューバーさんも何人かは指摘してるんですけど、えー、そこまでは考えてないみたいです。はい。えー、いわゆるね、道家です。道家。はい。道、えー、家の子祖はい。老子ですね。老子の名前がリーです。はい。 ただ、あのー、この理っていうのは二つあるんですよね。その、老子から枝分かれ枝分かれしたって言ったらおかしいですけど、発生した理系っていうのは二つあって、実は。あの、皆さんが知っている、えー、木の下に子供って書く理と、もう一つは断りの理です。はい、理科の理ですね。この二つがあります。はい。両方とも理系です。はい。老子の子孫です。はい。何が言いたいかと言いますと、 老子ってね、えー、日本では道教とか宗教の父と呼ばれてるんですけど、西洋では自然科学の父って言われてるんですよ。つまり、えー、道教ってすごくあの奇妙な宗教で、はい、えー、まあ、言ってみると非常にあの考え方は日本の神徒に似てます。多神教です。はい。えー、まあね、道教の神様の中にはあの産後、 で有名なね曹操がいたりとかしますはいまあ,あ人間がね神様になるというねそういう思想ですね。これはあのー、こういう思想を持ってるのは多分日本の神道と中国の道教ぐらいだと思います。はい他はないですねそういう思想を持ってる。えー、まあ、宗教って,言って 手てはいいのかどうかわかんないですけど、はい。えー、これね、日本の神道も非常に深く関わってます。で、えー、まあ、日本のね、ユーチューバーは何と言ってるかっていうと、ああ、理系はね、ユダヤだからって言ってるんですけど、それは違います。はい。理系が何がちょっと違うのかっていうと、彼らは、いわゆるね、道教のいろいろなことを今ずーっと調べてたんですよ。まあ、主に中国語の、おまあ、詳しい方のね、 えー、まあ、なんていうのかなあ。そういう講演を聞いたりとか、えー、今まで YouTube でこういう、あのー、そういうのがあったんでね。いろいろ聞いて、えー、ちょっと発見したことがありまして。はい。えー、すごいです。はい、えーとね。科学崇拝宗教ですね。崇拝っていうよりも科学を作って、 行った、その当時。はい。科学っていうか、まあ、なんて言ったらいいんですよ。まあ、ほぼほぼ古代の科学です。はい。えー、ってみれば前世紀的な、なんて言ったらいいんだろうな。こう、レムリアとかね。あっちの方の科学です。とんでもないことをしています、彼らは。えー、遺跡とかね。あと、なんて言うのかな。えー、彼らの、 なんていうのかな遺跡が発掘されて住んでたね、同居、同家のね、え、理系の遺跡が発掘されて、そこで現代の技術でもできないような、あ様々なね、絹織物とか、これぐ、あの、ま、同居の方が修行に着る一種の、あのー、着物があるんですけど、それがね、非常に薄い生地でできていて、現実に、今のね、 今の技術でこれだけの薄さにするのは無理っていう薄い、そういった記事です。はい。そういうのが発掘されたりとかしてます。はい。えー、彼らは、どちらかというと宗教というよりは、まあ民間にはね、宗教色が強いんですけど、彼らが研究していたことは、ほぼほぼ科学です。はい。えー、それもね、 多分、これ、今の、あの、技術でもできないって言ってるので、多分、全、その、なんていうのかな。全盛期的なね、その、レムリアとか、あっちの方の技術を持っていたと考えています。はい。えー、そして、えー、彼らは、なんていうのかな。いわゆる、天ですね。神と繋がる。はい。えー、天と繋がることを、 そういうことを修行をしていました。非常にこれ興味深いです。もちろん中には、あの、民の人たちを助けたね、非常に有名な、道教のお坊さんたちもたくさんいます。はい、えー、その人たちも理系の人たちです。なので、まあ、全体的に考えてみると、どちらかというとね、えー、その、皇帝だった理系というよりも、 こちらのあの道教の理系、つまり、えー、自然とね、自然、なんて言ったらいいんだ自然を作った神とお交流する技術を持っていた理系ですね。その人たちの子孫なんじゃないかと思っています。はい。えー、イルミナンちゃらのね、十三角家系の一つの理系は。 えー、まあ、なぜかっていうとね、まあ、これは、あのー、西洋人もそうなんですけど、えー、まあ、これ、あのー、ね、えー、メンバーさんの中では、ちょくちょく言ってますけど、彼らは地球人ではないからですよね。はい。ないんです。はい。実は。<laughs> はい、えー。DNA 持ってます。宇宙の。はい。そういうことなんですね。まあ、面白い、あのー、 ことがいろいろと彼らの、なんていうのかな、歴史とかね、理系の歴史とか、その道教にまつわるね、えー、歴史とか、あと、なんていうのかな、そういう遺跡からね、すごい文物が発見されたりとかしています。この文物もね、あのー、紹介してる方がいるんで、そのうちね、翻訳してあげようかなとも思ってますけど、そういうことで彼らは自然のね、 自然界のそういう精霊と、あのー、つながる、つながることができる、そういう技術を持っている人たちです。はい。えー、なので、その子孫のその血が入ってるということで、理系が入ってるんじゃないかと思ってます。その証拠にね、あの、シンガポールのね、はい、あのー、リーのダーですね。シンガポールのリーのダーなんかは、 ええー、まあ、知ってる方は知ってますけど、非常に、ええー、なんていうのかな、東洋先生術で街を作ったりしてました。はい。いわゆる風水です。はい。えー、あれもね、あれなんですよ。科学なんですよ。迷信ではないんですね。少なくとも。はい。そういうことなんです。まあ、理由はね、後でいろいろお伝えしたいと思うんですけど、 まあ多いですね、救急車。まあ、そういうことでね、ええー、なんていうのかな、道教の神様の中には、なんと、あのー、理の性の人もいますからね、理。はい。理家の姓を持っている神様も何人かいらっしゃいます。はい。そういうことですね。なので、えー、私は、他のね、YouTube さん、YouTuber さんも、その道、道 東京の関わりを言ってる、あの、YouTube さんもいますけど、そこまでは、あちょっと深掘りはしてないと思,思ってます。はい。え、彼らは、あの、確実に、他の文明の、忘れ去られた文明のね、技術やら、なんていうのかな、そういったものを、遺伝子を持っている人たちだと思ってます。 そういうことなんじゃないかなと思ってます。えっ、ー、と、今までのね、傾向を、全体のね、イルミナンチャーの傾向を見てみると、そういう傾向があります。はい。まあ、そういうことですね。はい。えー、ちなみにね、えー、なんて言うのかな。皆さん、日本の神話はいろいろ知ってると思うんですけどね。えー、ね、ひ、ひ、あの、 なんて言うのかないろいろ知ってると思うんですけど、なかなか中国の神話って、えー、まあ、見たことない人が多いと思いますけど、これ塗り絵なんですけどね。中国の神話の塗り絵です。まあ、なかなか面白いですね。はい。あのー、神話もね、面白いです。はい。えー、例えばね、まあ、日本の神様はね、あのー、あれですよね。ええー、 タケルさんとかね。はい。えー、女性のね、えー、方とかね。はい。えー、いろいろいますよね。はい。あと、なんて言うのかな。まあ、山彦、海彦とかね。いろいろありますけど、そういう神話も面白いですけどね。えー、結構ね、これも日本に影響してる。 うー中国の神話がに日本に影響してたりしますね。これなんかね、あの月のうさぎと、あと月、月の女神のね、えー、神話ですね。これなんかね、あの、かぐや姫とかね、そこら辺に影響していますよね。まあ,あ、結構ね、こういった形でね、えー、見てみると非常に、あのー、面白いです。はい。えー、なんていうのかな。本当に彼らが、 天と繋がる技術を持っているのかどうか。はい。理家の人たちがね、えー、理系の人たちが、その、なんていうのかな、あ受け継いでいる、その能力の中に天と繋がる力が本当にあるのかどうかっていうのを、実は、えー、今、あのー、一冊の本を頼んでます。えー 頼んで、それで勉強しようとしてま、思ってます。えー、これね、かなり有名な本らしくって、えー、ドイツの人が書いた、ドイツ、ドイツ人だか、アメリカではなかったような気がします。ドイツ人だかが書いた、あー本です。えー、ドイツのね、せ、あの、キリスト教の宣教師で、えー、中国にわか、渡った方なんですよね。で、えー、かなり古い方なんですけど、 そこでね、えー、まあ、キリスト教を広めようとしたんですけどね、えー、なんていうのかな、同教の本拠地だったんですよ。で、同教を知ろうとして、えー、まあ、ちょっと勉強したらハマってしまったという、そういう、あのー、牧師さんがいるんですね。で、その方が、あ20年間かな。 道教についていろいろ勉強して、で、道教のね、同志さん、お坊さんから一冊の本を譲り受けるんですね。で、それが、なんと、その、天とね、神様とつながる方法を具体的に書いてある本だったということで、はい、えー、それをドイツ語かなんかに訳して、かなり評判になったような、 ああ、本です。多分ドイツだと思います。はい。で、日本語でもね、あったので、ちょっと取り寄せて読んでみようと思ってます。はい。えー、まあ、結局言うとね、座禅に近いんですけどね。ほぼほぼ座禅です。あの、ね、仏教で言う座禅ですね。はい。えー、そして、えー、彼らは、非常に大事にしているものがあります。はい。それは神様が人間、 に、まあ人間で、人間の体にね、神様が住んでいるところっていうのが2箇所あるんですけど、そのうちの1つが、あ皆さんもご存知の、あの、消化体です。はい。まあ、ここら辺が繋がってくるんですよね。なので、えー、消化体を守りましょうというのは、そういうところから来ています。しかしね、この消化体を守るだけじゃなくてね、えー、活性化させるっていうことも必要だと思ってます、私は。 はい。えー、なので、ちょっとこの本が来たら、まあ、結局ね、その、初心者、初心者でも使えるのがなんかいくつかあるらしいんですけど、座禅ですね、座禅で、えー、どうやったら、あの、いわゆるね、その、神の領域とつながれるか、まあ、無の境地ですね、に達することができるかというのをね、方法論として書いてあるというね、 そういう本があ,あったので、ちょっと頼んでみました。まあ、ああのー、リケが本当にね、そのレムリアの一族で、その前世紀のね、全文明、全文明ですね、えー、前の文明、はい、前の文明を受け継いでいる人たちだとしたら、なんとなくわかる気がします。はい。 まあ宗教とかそういうのね、王家とかそういうのをまあちょっと置いといてということです。はい。まあそういうことです。彼らはまあ、なんていうのかな。自分たちでいる、イルミなんちゃらの人たちは、まあ、なんていうのかな。知る人ぞ知るなんでしょうけど、えー、いわゆる全文明ですね。全文明。はい。えー、アトランティスとかレムリアとかの子孫だということなので、 はい。そういう知識を、まあ、身につけるのもいいかと思ってます。そして私は消化体を守るだけじゃなくてね、えー、どうにかして活性化したいとも考えてるので、えー、ちょっとね、この本ちょっと読んで参考にしてみようと思ってます。はい。えー、Amazon でね、普通に買えます。後でね、えー、皆さんに、あのー、概要欄でね、えー、本のことをお伝えしたいと思います。はい、えー。どういう本かお伝えしたいと思います。なかなかね、高い本でした。はい。3000円ぐらいかな。 でも買える値段です。はい。なので、えー、興味のある方はぜひ読んでみてください。はい。それでは皆さんまた、えー、雑談でした。沖縄ババでした。